やりますよ。好きやけど、やっぱり芋か肉が、いいですね。今はこんな話してる場合じゃなかったですね。任務に集中しましょう。はっはっや、悪いな、助かる。お礼なら上官の食料庫からもらえますか。すみません、危ないところでした。まだ戦えるならさっさと行け。ここで止める。君、こっちを手伝ってくれる？ありがとう、ゲルは。正直、危ないところだったよ。気にするなよ、ならば。いつもこうやって助け合ってきただろう。行きます。まだまだ。この巨人、危険な感じがピンピンします。中に勢いで自然に喋ろうとした方は失敗しましたけど、手伝ってくれてありがとうございました。やはりあなたの動きは狩人っぽくて素敵です。お腹も減りましたし、早く帰りましょう。今日の夕食は何ですかね。例の任務、うまくいきましたね。一時はどうなるかと思いましたが、あなたのおかげで助かりました。頼もしい同期がいてくれて心強いです。これで自信がついた気はしますけど、まだ故郷の言葉でみんなと話すのは慣れませんね。また狩りに付き合ってくれませんか。あなたは狩人に向いてるようですし、お肉を食べれば私も踏ん切りがつくと思うんです。お願いしますよ。狩りに来たのに、こうもお肉が手に入らないなんて、これじゃ元気も出ません。やっぱり例の件が解決しないとすっきりしないんでしょうか。次はどうすればいいと思います。
ぱり地道にやるしかないですかね。ん？あれ？ここはどこでしょうか。今私たちが森のどの辺にいるかわかりますか。迷ってしまったようですね。まずいですよ、これは。方角がわからないまま動くのは危険です。森舐めたら死にますよ、あなた。もし森の奥に入り込んどったら、凶暴な獣がいてもおかしくないんやから、ここは注意して進まんと。あっちの方向に日が沈んでるっちゅうことは、方角がこうやから、よし。お前ら、帰りが遅いから心配したぞ。大丈夫だったのか。もちろんやって。けど、私が森で迷うなんて、おばんげねえことをしてもうた。しゃんとせんといかんね。あっ、森で迷ってしまったんですが、なんとか抜け出せました。心配をかけてすみません。おい。また人の目を気にして敬語に戻る気か。くだらねえな。自分の言葉で話せって。サシャの故郷の言葉、初めて聞いたけど素敵だと思うよ。ありのままのサシャの言葉なら私はどっちも好きだから。ちょっと驚いたけど、さっきの喋り方もいいんじゃねえか。同期にまで無理して敬語で話すこともないだろう。これからは徐々に慣れるようにしてみま…してみる。さて、今日の訓練頑張りましょう。その後は夕食ですね。気合が入っちゃいますよ。どうかしましたか。それがですね、やっぱり敬語で話すのが癖になっていて。けれどクリスタたちと一時的にでも故郷の言葉で喋れたのはあなたのおかげです。ありがとうございます。いえ、言葉遣いはともかく、本来の自分を遠慮なく出して皆さんに受け入れられたことが嬉しいんです。まだ敬語をやめるのは難しいんですが、自分らしさを出すのには自信が持てました。もう周りに遠慮するのはやめますよ。そして約束します、いつか必ず故郷の言葉で皆さんと会話してみせるって。あなたも見守っていてくださいね。
どうすれば。あの子のお父さんの容体が悪化したって本当ですか？ああ、今日の夕方頃急にね。このままじゃあと数日も持たないだろう。ここ最近は良くなってきていたのに、何か助ける方法は？彼の病への特効薬がないわけじゃないけど、無理なんだ。前にも言ったかもしれないが、現状ではどうしようもない。特効薬の材料は壁外でしか取れない貴重な薬草だ。悔しいけど諦めるしかないんだよ。そんな、じゃあ壁外でしか取れない薬草なんて。でもそれさえ用意すればあの子のお父さんは助かるってこと？私探してくる。それしかないよ。でもどうやって外に出たら。え、次の壁外任務の時に薬草を探す。いくらなんでもそれは危険だよ。きっと無理だよ。自分の都合で任務の予定を変えてもらうことなんて。そっか、そうだよね。かけてみるしかないよ。一緒に来てくれるの？ありがとう、心強いよ。意地でも上官を説得して絶対に薬草を持ち帰ろう。一緒に来てくれてよかった。必ず薬草を手に入れてあの子のお父さんを助けよう。でも無理だけはしないでね。私たちもちゃんと無事に帰らなきゃ。ここで止める。手を貸してくれ。おかげで死なずに済んだ。まあ仕事ですから。行きます。どうした？戻した。はっ、待て。手強い。
やります。ここで止める。さて、こいつの匂いだったか。巨人様のお出ましだぜ。まだまだ。任務完了だね。それにほら、さっき薬草を見つけたんだ。一緒に来てくれて本当にありがとう。あなたのおかげでうまくいったよ。これできっとなんとかなるはず。早く帰還しよう。薬草を届けてきたんだ。これであの子のお父さんも治るかもしれないって。よかった。これであの子を安心させてあげられる。あの時あなたが一緒に上官を説得してくれなかったら、きっとこううまくはいかなかったよ。任務中にもたくさん助けてもらっちゃったし、本当にありがとう。あの子のお父さん、もう起き上がれるようになったんですね。よかった。ええ、君たちのおかげでね。君たちの上官にも私からお礼を言っておいたよ。うん、あなたのおかげだよ。いろいろ助けてくれてありがとう。そういえば彼らが君たちにお礼を伝えたいって言ってたよ。会いに行ってあげなさい。はい。すまなかったな。君たちがいなかったら私は今頃どうなっていたことか。ありがとうございました、兵士さん。夫を救ってくださって。それに、うん、お姉ちゃんたちがよく遊びに来てくれたから、私もお母さんもすごく励まされた。二人とも本当にありがとう。これで一安心だね。
今までいろいろ迷惑かけちゃってごめん。それじゃあそろそろ弊社に戻ろうか。今日はゆっくり休もまで診療所の中等兵さんが来てたんだよ。あの子のお父さんもうすっかり元気になったんだって。ついこの間退院したみたいだよ。うん、そうだね。あの子もお父さんが良くなってからはニコニコ笑うようになってすごく安心したよ。あ、そうだ、私診療所であの子と話しているうちに思ったことがあるんだけど、聞いてくれる？あのね、これからも巨人との戦いは続いていくだろうし、きっと犠牲になる人も増えると思うの。たまたまあの子のお父さんは助けられたけど、いつもそううまくいくわけじゃない。だから私は家族を失った子供たちをなんとかして助けてあげたいなって思ったんだ。それが私の夢。ううん、きっとそれが私のすべきことなんだって思う。まだ具体的なことは考えてないんだけどね。もしこの夢が叶ったらあなたも協力してくれる？ありがとう。あなたがいてくれたらやれる気がするよ。私頑張るね。死ぬ時はみんなの役に立って。よ。ほら、水を汲んでこい。あとここの掃除もしておけよ。クリストに悪い虫がついてやがる。お前、何か適当な理由をつけて追っ払ってこい。よし、じゃあ次は。あ？なんだお前、もう疲れたのか？受けた恩を返すのは当たり前だろ。その調子で頑張ってくれ。ユミル、いくらなんでもひどいよ。こんなクタクタになるまでコキ使って。ごめんね。こんな目に遭わされたら難しいかもしれないけど、ユミルのこと嫌いにならないであげてね。ああ見えてユミルは仲間思いなんだよ。ちょっと不器用なだけなんだから。私は用事があるから。もう行かないと。二人とも、またね。どうせまた自分が何も得しない、くだらない用事だろうに。どうした？変な顔して。
だよな。他のやつにつけ込まれなきゃいいんだが。さて、次は選択をしておけよ。染み抜きを忘れるんじゃねえぞ。それから今度一緒に任務を引き受けてもらうからな。私が楽できるようしっかり戦えよ。言ってやるよ。早く終わらせてくれよ。やり早くクリスタの元に戻りてえが、怪我して相手に見てもらうのも悪くないな。私もそれなりに働いてやるよ。だからお前はその倍働くんだぞ。いいな。ありがとうな。どういたしまして。さな、はっはっ、大変凶暴そうな巨人様のお出ましだぜ。指に擦り傷が。こりゃクリスタに手当てしてもらわないとな。借りを返すにはまだ足りねえが、お前のおかげで楽させてもらったよ。思ったよりやるな。おかげで楽に任務を終えられた。今後も手を貸してくれよ。お前には期待してるんだからな。一仕事終えたし、取ってきた食料でも食うか。ん？多く取りすぎちまったな。なんだよその物欲しそうな顔は。分かったよ、お前にも分けてやるって。感謝しろよ。少し話していけよ。任務失敗したのはお前のせいだぞ。足引っ張りやがって。上官に怒られたじゃねえか。それは前から思ってたが、お前兵士に向いてねえよ。とっととやめて開拓地にでも行っちまえよ。その方が向いてるんじゃねえか。こいつの場合はしょっちゅうなんだよ。巻き込まれるこっちの身にもなれ。おい君、ちょっといいか。こっちに来い。
責められていた彼女だが、実は病弱な母親を故郷に一人残して出てきているんだ。セロンに流されて兵士になったが、そのことを後悔していて、母親の介護のために帰郷すべきかどうか迷っているらしい。なんだ、まだ見てたのか。あんな奴と同じ判断なんて冗談じゃないよな。はあ？私は思ったことを言っただけだ。